去年の東京では一番高い台に上がりました、ソビエトのファディエフ。しかし今年のジュネーブでは第3位でした。でもなかなか難しいものを入れてきますね、はい、やはりそれだけ自信があるっていうことでしょう。ショートプログラムのプログラムを、ね、はい、全くその通り滑ったんです。むしろ試合の時より素晴らしいんじゃないですか今日の、トリプルルッツからのコンビネーションジャンプなんか見事だったんですね、日本の小川選手が、ね、こんなこと言ってました。ファディエフ選手はフリーで随分ステージで転びましたけれども、はい、プログラムの難しさから言ったらもう他の選手とは比べ物にならないはずですよと。あのプログラムは他の選手誰も滑らないんじゃないでしょうか。本当にそうですね、フットワーク、そしてステップのその難しさですね、はい、本当に高度なプログラムを使ってますね。そうですか。果敢に途中4回転にも挑戦いたしましたですしね、惜しくも3位には終わりましたけれども、今日はリラックスして素晴らしいショートプログラムの演技を見せてくれました。